授業に入りたいと思います。今日はあと残りの時間ですので、三角関数の有意識の積分とそれから公理積分について話をしたいと思います。タンジェント2乗のシータに置き換えられますので、
こうなりますね。で、タンジェント2分の x が、まあ、ここに現れますので、ここを u2 乗のことができて、dx は2分の x プラス u2 乗という式に置き換えます。で、次はその、まあ、タンジェント2分の 1, 2分の1か、あと sinx と cosx と、それから元からあるタンジェント x を置き換えるわけなんですけれども、sinx はどうなるかというと、これ、倍角の形式を使って、sinx の×すると 2×2 倍の sin2 分の x sin2 分の x になりまして、でこれを分母と分子それぞれに cos2 分の x をかけますと、この部分ですね、これを、まあ、sin2 分の x で割ると、まあ、タンジェントを2分の x。で、その分、分子に cos2 分の x をかけますから、cos2 分の x の2乗が出てきます。で、これからさらに、この、まあ、cos2 分の x の部分をタンジェント2分の x で表したいですから、2倍のタンジェント2分の x で、コサイン2分の x の2乗の部分は1プラスタンジェント2分の x の2乗ということで、これでタンジェント2分の x がすべてここに現れましたから、この部分ですね、この部分をまあそれぞれ u で置き換えることができて、最終的には1プラス u2 乗分の 2u という形で表すことができます。はい、それから次に cosx ですね。 cosx、cosx はこれもコサインの倍角の公式を使いまして、2×2 分の x ですね。で、これで展開しますと、まあ、こういう形になりまして、で、今度はコサイン2分の x の2乗をタンジェント2分の x です。そうしますと、この部分が、マイナス1という形になって、ここでタンジェント2分の x が出てきますので、まあ、それをまとめますと、最終的に1プラス u2 乗分の1マイナス u2 乗分という式で表す。で、最後に、まあ、タンジェント x 自身をタンジェント2分の x を使って表しますと、まあ、これもまあ、いろいろな計算方法があると思いますが、まあ、倍角の公式でもいいですし、あるいは sinx と cosx をすでに出してますから、それを使って表してもいいです。まあ、今はそれを使いますと、
で最終的には1-10乗分の20という形で表すことができます。ここにあたる値は sinx 分の1を3分の π から2分の π までの範囲で定積分せよという問題で、これ実は練習の方に出てきているんですけれども、この x の、積分範囲に対して u の積分範囲がどう移るかということを確かめておきますけれども、x は3分の π から2分の π に移るときに、u はタンジェント2分の x ですから、u がですね、x が3分の π のときに、u がルート3分の1。それから、x が2分の π のときは u は1ということで、u に関する範囲は、u 3分の1から1までということになります。で、そこで、時間積分を行いますと、積分範囲はルート3分の1から1までとなりまして、で sinx 分の1ですので、 sinx は先ほども時間で置き換えで、1プラス u 2乗分の2u だったんですが、これ sinx 分の1ですから分母と分子が逆さまになって 2u 分の1プラス u 2乗ありまして、で、これに対して、この dudx ですね、du 前回の時の dudx を使いますと、これがちょうど1プラス u の乗分の du、 こういう形で変数の置き換えがなされます。今ここその積分関数を整理しますと、結果として分母と分子がうまく打ち消し合って、u 分の1をルート3分の1から1の範囲で
定責任をするという問題に付着されます。で、U 分の1の、原子関数はログ U でしたか。これログ U の、からルート3分の1の、差を取りますので、そうすると、0マイナスログがルート3分の1ということで、答えは2分の1倍のログ3という答えになります。以上がまずその、U イコール単元の2分の X の機械による、積分ですね。うまくいきます。で、ちなみになんですが、問題によってはこの U イコール単元の2分の X という変換をわざわざ行わなくてもうまく積分ができる場合があります。で、何を隠そう、この問題もそういうまた別の計算方法がありますので、それをちょっと示していきましょうか。問題によっては、言ってみれば山を登るときにいろいろな登山道があるようなもので、皆さんから今のところ一番身近な山というと筑波山だと思うんですが、筑波山にもいろいろなルートがあります。ですので、初心者の人は初心者向けの道を通って登ればいいですし、もう少しこう初心者の道は登り慣れてもう少しこうエキサイティングな道を行きたいという人は、そういうより上級者向けの道を登ればいいでしょう。数学も同じように同じ答えが取り付けるので、一つ道は一つは限りません。そういったですね、たどりやすい道、もしくは好きな道でもいいですが、そういったものを各自選んで自分が増えていけば良いと思います。で、この A なんですけれども、同じ問題ですね。この問題なんですが、実は無理やりですね、分母をサイン、分母の分子にサイン x をかけます。そうしますと、サイン2乗、サイン x 分の1ですから、これ、分母と分子両方にサイン x かければ、サイン2乗 x 分のサイン x をくれる表し方になるわけなんですけれども、じゃこれで何ができるかっていうと、実はこの分母の方のサイン x を1マイナスサイン2乗 x と表します。でそうしますと、実はここですね、ここにコサイン X の、が現れまして、で分子のサイン X というのは実はこのコサイン X の同関数と、見ることができますので、ちょうどうまいぐらいにコサイン X を置き換える近積分ができるということになります。そしてこれは T イコールコサイン X で
を行っていただきます。でそうしますと BTX がマイナス 3X で、それから積分範囲なんですが、まあ、X が3分の π から2分の π に移動するときに、t は2分の1から0と移る。全部になります。で、この計算を行いますと、まあ元々はこれ。このまま積分だったんですが、まあ、t イコール sinx の変数変換を行うと、これが0から2分の1までの積分で、1マイナス t の乗分のマイナス dd。こういう形になりまして、で、これ、積分範囲を逆転させることで、このマイナスの符号を消しますと、2分の1から、あ、逆ですね。もともと2分の1から0までの積分だったんですが、積分範囲を、まあ、0から2分の1までの向きにすることで、ここの符号、マイナスの符号が消えて、まあ、こういう形になります。で、今度は、この1マイナス t の乗分の1については、これは部分分数分解をすることができて、これが、1マイナス t 分の1プラス、1プラス t 分の1という。この有理関数の場合に入っています。これ、はい、であとはまあひたすら計算を続けていくわけなんですが、あとは2分の1 で最初の方がマイナス0の1マイナス t を0から2分の1までで、プラス0の1プラス t を0から2分の1までの差を取るということになって、あとはひたすら計算ですね。だから、まあ、腕に自信のある人は、まあ、各自でやっていく。そうすると、マイナス0で2分の1、プラス、どうも2分の3という形なんですけれども、まあ、もう少し整理。まあ、もう少し若干こう整理できまして、最終的には
まあ、ログ1はこれ0ですね。それからログ2がキャンセルしますので、2分の1、ログ3という結果になりまして、まあ、先ほど最初に行ったですね、右側の言葉になるような、結果と同じ結果で、やるようになるというのが大事なそれでは三角関数の有機関数の積分はじゃこのぐらいにして、であと残りの時間で公理積分についてまず説明をしたいと思います。教科書ですと108ページ、でまずその公理積分というのがそのどういうことをやる話かというところから説明するために、まあ今までやってきたその積分のをまあ定義といいますか、やり方をちょっと繰り返るんですけれども、今までその、まあ、ここでこの授業で扱っている積分は、まあ、リーマン積分と呼ばれるものでして、まあ、基本的には、まあ、fx を a から b まで積分するということをやっているんですが、でここでいくつか前提があることを思い出しますと、まず積分区間の a と bね、これ、定区間で、流体ですね。流体の区間です。でそれから、この fx というのも、これ、この積分区間 i では、まあ、流体な関数ということにしています。ですので、まあ、まとめますと、その今までその扱っている積分というのは、まあ、有解な区間上で、まあ、有解な関数をに対して積分を行っているということになります。しかし、この実際にいろいろな問題を解いていきますと、そうとは限らない場合がありまして、じゃあ次のような場合どうするかというのが問題になります。で2つあるんですけれども、まず1つ目は、積分区間が、有限でないような問題というのがありまして、まあ、例えば、x2 乗分の1という関数を1からの年代まで積分したい、こういう時どうするのかというような問題があります。
まあ、これが積分感が有限でないような問題でですね、それから、2つ目としてはまあ、非積分関数が積分区間において有害でない、で、まあ、例えば、ルート x 分の1という関数を、まあ、0から1まで積分したいというときに、このルート x 分の1という非積分関数は、この積分区間の端点 x イコール0では発散しているわけですね。で、こういうときに、この積分をどう定義すればよいのかということが、問題にあります。で、皆さん、多分その高校までの感覚ですと、これ多分こういう問題になったら、その単純に、原子関数を持ってきて、でそれの、まあ区間の、まあ、上端と下端をですね、それぞれ代入して引き算すれば、こう引き算して出しそうなものです。で、実際にそれで、まあ、結果的にはうまく計算、積分が計算できる例もあることはあるんですが、ただ、それは、今我々が考えているそのリーマン積分という枠組みに正しく残った計算ではありませんから、だから、あくまでもそのリーマン積分の枠組みにおいて、こういう計算、積分っていうのをどう扱うかということは、やっぱりきちっと考えなければならないわけです。で、それで、まあ、そういったことですね。具体的にはこの2つの問題に対して、まあ、どのように積分を計算しようかということを、まあ、これから説明します。まず最初に、減少はしていませんが、
まあ、場合によっては、その、特に、日本が取れることもあります。それから、逆に、マイナス無限大から、まあ、ビームですね。この X を、まあ、積分するという操作は、これも、やはり A から B まで、FX を、まあ、有限期間で積分した上で、A を、まあ、負の方向にどんどん、小さくしていく。負の方向にどんどんしていく。A をどんどん小さくしていくということで、計算を行います。で、まあ、こういった操作によって、もし、その、極限値が存在すれば、極限値が存在したときに、まあ、公式分は、収束するということを言います。で、まあ、収束しない場合ですね、公式積分が収束しない場合は、その公式積分は発散すると。あとですね、ついでになんですが、この今までの2つの例です と、まあ、区間の観点のどちらかが、まあ、有限な値を取っていましたけれども、場合によっては、これ、区の無限大から正の無限大まで、こう、FX を積分するというようなことも考えることもありまして、で、こういう場合にはどうするかというと、2.1点、 C を取りまして、この積分は、まあ、マイナス無限大から C までの FX の、まあ、公式積分と、それから、C から正の無限大までの FX の公式積分の和というふうに定義をします。で、まあ、こうしたときに、この、まあ、もしですね、このそれぞれの積分が収束した場合には、収束する場合には、それらの積分の値の和ですね、両方の積分の値の和は、まあ、この途中でこう積分を分割する点 C の値によらないということも知られています。ですので、まあ、これらの和の部分が収束するのであれば、この分割をする、まあ、C の値をどこに取ってもいいわけだから、結果として、まあ、こういった形での、負の無限大から正の無限大という区間での公式積分が定まる
ということがあります。ここまで質問ありますか。はい、実際計算するときは、C はそのまま代入していくんですけども、無限大の方は、無限大の公式のときに一回止めることができます。じゃあ、一応今のタイプの公式分の、その例題がいくつかありますので、ちょっと見ていきましょう。まず例の 3.21 というのが教科書になります。教科書の109ページです。問題は、0から無限大まで e のマイナス x 乗を、公式分を求めなさいということなんですけれども、一つ定義通りにやりますと、これ0から b までの e のマイナス x 乗の定積分で、b を正の方向にどんどん大きくしていったときの、極限値が存在するかどうかを求めるということです。で、まず、この積分関数の、原子関数をですね、公式に従っていってみますと、原子関数はマイナス E のマイナス X 乗で、その定積分は0から B のところですので、こういった形ですね。で、B を大きくしているのも延長を求めます。ということで、どんどん計算していきますと、マイナス t のマイナス b 乗マイナス1なんですが、b をどんどん大きくしていきますと、この部分が0に近づきますので、結果として、この公式積分は1に収束するということが分かります。で、一応教科書にはこれを次のように略するというふうに書いてありまして、公式積分だということは、はっきり書いておいた方がいいと思います。少なくとも、来週僕の試験で、公式積分を計算する問題が出たら、
まあ、こういうふうな書き方してもいいですけれども、まあ、これは抗議積分なのでっていうことをちゃんと断り書きを入れておいてください。でそうしますと一応あこの人は抗議積分ということをちゃんと分かって書いているか、あるいは何も知らずにか、もしくは知らないふりをして、まあ、普通の有価有限期間の積分と同じように代入しちゃってればというのを、まあ、多分採点の分かれ目になると思いますので、一応きちんと抗議積分であることを書いてみます。それからですね、あとこの抗議積分においては置換積分ですとか、それから部分積分なんていうのも普通の積分と同じように操作することができます。ただし注意しておかなければならないのは、その今の場合ですと、まあ、積分範囲の極限を取る前にそういう操作を行っておくということが大事です。それで一応まあそういう問題 の例としまして、教科書に例題があります。例の 3.25 というやつで、これは教科書の113ページなんですけれども、抗議積分における置換積分の例題です。例題は、x×e のマイナス x2乗という積分なんですが、これをまあ0から無限大までの抗議積分を求めるというものでして、で一応これはまず定義に従うと、0からまあ、あるラージ A の x の、積分の数が起きまして、その、積分区間の上端ラージ A を、どんどん大きくしていった時の、まあ、極限値を取るという形になります。で、まずこの0からラージ A までの定積分において、置換積分ができますので、ここで t を x の2乗と置きますと、dtda の数が dx になって、それから x に対する t の積分範囲なんですが、まあ、x が0から a まで積分をする際に t に関しては0から a の乗まで区間の積分になります。まあ、それをもとに計算するわけですね。そう、まあ、0から A までの
であとは、このラージエリさんという曲のトレーですね。また休憩を果たして、この部分について説明したいと思います。一旦休憩します。